れで、修行が足りませんね。やったー！ファンの人たちに会ってくる！そうなの？でも嬉しい！CD とは、あの銀色の円盤のことでしょうか？
僕はこの技で輝いてみせる。まだ修行が足りないね。負けません。これが私の底力よ。
もっとリズムを磨いてきなさい。個人曰く、戦の勝敗は始まる前に決している。この意味わかりますか？今日は負けないもん。
これはどう？いっくよもしかして勝っちゃうかも。えい、私だってやればできるんだから。大丈夫です。これくらいのことで休むわけにはいきません。柄じゃないな。まあね、私なんかにありがたいこったや。
もう完全に大丈夫です。僕のファンクラブですか？はい、頑張ります。またできたの？泣かないように頑張る。
き。お仕事終わりっと。リズムを磨いてきなさい。Yep.
獣の恐ろしさをその体に刻むがいい。これがハジャの一撃です。我が王妃、受けてみなさい。獣の暴走は止められない。いいね、こういう試合も。それでフィニッシュね。獣の恐ろしさをその体に刻むがいい。
獣の暴走は止められない。お前の肌を引き裂いてやる。そんな私が、ま、そんな私が負けるはずか。獣の恐ろしさをその体に刻むがいい。ゴー。ゴー。ギブアップ。野生の怖さ思い知ったか。獣の本当の強さが分かったか。
増えちゃったんだ。やれやれ、お姉さん緊張しちゃうよ。